から始めました、はい、ありがとうございます。赤が一番、赤が一番で青番ですね。はい、OK です。もう動画配信始まってますので、はい、あの喋ったら全世界に発信されます。今は配信されてます。ヘッドホンが、あと30分で、あ、30秒です。30分じゃ、30分じゃ、暮らし研究ラジオ。おはようございます。6月20日木曜日、時刻は9時30分です。暮らし研究ラジオの時間です。この番組はいろいろな視点から暮らしを研究するラジオです。あなたの暮らしに光を注ぐ住まいづくりナビゲーター、ゆうりんこと一級建築士上村さゆりがお送りいたします。ここ数日、沖縄はものすごい雨です。もちろん新潟の地震の方も気になりますが、こちらの方、雷を伴った雨が連日、もう本当に外を歩くのに一瞬の間にバーッとびしょになってしまうという、そんな、沖縄ですね。この番組ではリクエストとメッセージを募集しております。暮らしのことや今日あったこと、誰かに聞いてもらいたいこと、思い出の曲などもリクエストをしてください。ファックスは 098-943-0094、 メールアドレスは 797@fmginowan.com。また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、こちらからお楽しみください。ツイッターも連動しています。たくさんツイートしてください。またサイマル放送はスマホで無料アプリリッスンラジオ、パソコンでは FM ギノワンホームページの再生ボタンをクリックしてください。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。今日もどうぞ朝の30分、お耳をちょっとだけラジオに傾けてお付き合いください。オープニングは嵐でオンリーラブです。改めましておはようございます。6月20日木曜日、午前9時半を回りました。暮らし研究ラジオの時間です。今日もで元気に聞いてますか。沖縄県宜野湾市急なの窓からは、東シナ海の水平線が全く見えない FM 宜野湾のスタジオからの放送でお送りしております。今日はですね、ゲストに、世界子どもサミットの、実行委員、影の実行委員って言った方がいいのかな、で、いられる、あのゲストをお迎えしております、おはようございます。おはようございます。はい、はい、おはようございます。はい、自己紹介お願いいたします。はい、子ども社長クリエイタースクール の代表をしております中曽根美幸です。今日は、世界子どもサミットの、告知に参りました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、あとわざわざ遠くから、はい、三重県から、はい、いらしててくれ、三重県の伊勢市から参りました、
世界子どもサミットの代表をしております菅沼と申します。沖縄に18日から入りまして、明日帰るということで今、はい、この番組に出演するためにわざわざ飛行機に乗られてもうその通りです。ありがとうございます。わざわざ参りました。はい、わざわざ、はい、雨の中の、ま、あのちょっと沖縄楽しんでくださいって言えるような天気じゃないのがちょっとあの悔しいんですけれど、まあね、あのできるだけ多分、まあ、あの中曽根さんがいっぱいエスコートして、はい、いろんなところに多分企業周りが多いのかな、はい、と思いますけれど、はいはい、来てくれるのかなと思いますね。はい、そういったあの子どもサミットの話もまとめてですね、 CM の後にじっくりと聞かせていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。フォローしてくれてありがとうございます。今 LINE ライブ中継を、LINE、ライブ2人で出てます。LINE ライブ、そんなことあるんですか。え、私も出してくれて、はい、OK、わからないので、パーソナリティの方です。はい、映ってます。はい、映ってます、映ってます。じゃあね、はい、はい、ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする暮らし研究ラジオです。時刻は9時36分になりました。はい、それでは子ども、世界子どもサミットについてですね、詳しく伺いたいと思いますので、はい、まずこの子どもサミットなんですが、今年で何回目、今回で何回目になりますか。そうですね、今回で3回目になるんですけども、第1回目があの伊勢市、第2回目が東京読売、はい、第3回目が、沖縄大会ということで開催いたします。なんでこの3回目が沖縄に、で立候補、はい、私が兼ねて第1回目の時に、伊勢市で開催した時に、はい、カメラマンで入っておりまして、元スクール生の子たちにも2名、沖縄から伊勢市でプレゼンをやりに行きました。はい、はいはい、中曽根さんのこのスクール生っていうのがですね、はい、子ども社長クリエイタークリエイタースクールということで、はい、子どもだけで、写真撮影からもモデルから、はい、あと編集まで全部やってのけるという、はい、そうですね、多分映画学校ですね、はい、沖縄どこじゃなくて全国にも類を見ないんではないかなというスクールなんですけれど、はい、まあ、これがここの、FM 機能から歩いて3分のところにあるという、ね、はい、めちゃくちゃ近いんですけど、うん、はい、まあ、そういったところの、スクール生を、はい、連れて、はい、この子どもサミットに行った時に感銘を受けてというところなんでしょうか。そうですね、2名連れて行ったんですけど、他に全国から集まってる子どもたちのプレゼンを聞いて、世の中にはすごい子どもたちがたくさんいるなとすごく感じて、伊勢市東京で開催され、せっかくねこの沖縄でも、スクールもやってるし子どもに携わることをやってたので、はい、沖縄でもぜひ開催したいということで、もうすぐ第1回目の見た時からずっと思いがあって、うん、はい、ようやく3回目を会場が見つかり、お、はい、よかったですね、はい、はいはいはい、おめでとうございます。何がおめでとうなのか分からないんですけれど、はいはい、ありがとうございます。はい、はいはい、はい、そして菅沼さんなんですけれど、うん、はいはい、どうしてこういった子どもサミットなんていうの開催しようというふうな、意気込みになられたんですか。そうなんですよね、私もこう生きててですね、うん、世の中にこんなすごい子どもたちがいるっていうことを実際知らなかったんですね、はい、で後から多分説明があると思うんですけど、はい、例えば、見てる知ってる考えてるですかね、うん、そういう本を出している中島馬央くんの存在を知って、
ったり、岡山の後楽園で英語でガイダンスをし、ガイドをしている川上拓人君という存在をですね、知った時に、日本にこんなすごい子たちが育ってくれてるんだっていうのですごく嬉しかったんです、ですよね、で私自身がそれを全く知らなかったので、これはきっと日本 の、 あの全国の大人の皆さん子どもの皆さんみんなが知らないんじゃないかなと思って、だったらこの子たちが発表できるステージを用意したいなって思ったんですね、それであの世界子どもサミットっていうのをやろうっていうふうに決めまして、であのみんなにお話ししたらあの意外とこう応援してくださる方が多くて、でその中に中曽根さんがあのカメラマンで入ります、それからあのキッズも紹介しますということで、お二人紹介していただいてあの世界子どもサミットがあのできたということなんですね、すごいですね。先ほど私もあの、告知動画っていうんでしょうかね、あのそれ見せていただいたんですけど、すっごいですね、子供大人顔負けとかいう問題のこのレベルじゃなくって、この人たち、大人より大人じゃないの、っていうか、もう本当になんていうのかな、悟ってるというか、あの世界が多分彼らのが見えてるあの地球の世界って違ってんじゃないかくらい、もう本当に人類的に素晴らしい、なんていうのかな、進化を遂げた人類が、いるんだななんて思った次第なんですけれどね、また今回ねあの沖縄で、あの開催されるということで、今すごく資金面とか、人材面とかが、困っていらっしゃるというところで、それで PR に来ました。それではどうぞ、そうですね、子どもたちはですね、可能性を最大限に、発揮できるよう、子どもたちの思いですとか、価値観、やりたいこと、夢、作りたい未来など、自分たちの考えている思いを、5分以内にプレゼンする、大会なんですけども、イベントなんですが、8月の24日、土曜日、富城中央公民館にて開催します。その際にですね、子どもたちが、企業側に、挨拶しに行く営業のアポですとか会計係、広報係、当日の運営スタッフもすべて子どもたちで作り上げようという子どもサミットに沖縄はしていくんですけども、その際にですね子どもたちが、企業に行くときに、アポも電話のアポもするんです。でそれで企業協賛というのも募っておりまして、多くの企業の方々に支援していただけたらいいなと思い今告知に来たんですけども、プラスですね当日の、スタッフが、不足しているので、小学生以上から、中学生ぐらいの子どもたちに、誘導係、受付係、プレゼンをする子たちに、そろそろスタートしますよという係とか、いろいろいるんですけども、当日のスタッフも足りないので募集に来ました。募集というか応募するのに条件などありますか？条件はないです。小学生以上で、やる気がある子であれば、どんな子でも、男女問わず、ということですので、ちょっとそういった子どもサミットの世界を見せてあげたいなと思われているお母様方、いらっしゃいましたら、ぜひですね、こちらの方に応募してください。では応募先はどちらでしょうか？私子ども社長クリエイタースクールという学校をしておりまして、そちらの、アドレスをちょっと教えます。アルファベットの A、 アルファベットの B、 アルファベットの A、 アルファベットの R、 アルファベットの E、 アルファベットの L、 アルファベットの Z、 アルファベットの Y、 アルファベットの A、アルファベットの S、 アルファベットの O、 アルファベットの R、 アルファベットの I、 アルファベットの M、 アルファベットの N、 @gmail.com です。ちょっと長いですけど電話番号もお伝えします。0907494-7855、0907494-7855になります。子ども社長クリエイタースクールの、代表の中曽根なんですけども、世界子どもサミット実行委員として動いております。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、もしこれですね、県外から来られたいという場合は何か制約とかありますか？特にないです、はい、もう自由に参加してもらって、はいはい、あと今ですね、はい、先ほどちょっとちらっと聞いた時にですね、スピーチする、はい、子どもたちが十何人か決まっているということなんですけれど、はいはい、どういった子どもたちが出るんでしょう？そうですね、耳の聞こえない男の子がいるんですけども、この子が補聴器について YouTube で語っていたり、うん、あとは南城市 の姉妹でですね、ヘチマ の石鹸を、作って。うちなんちですか？あ、そうです、沖縄の子 で、 わー、はい、でその子が、小学生の時に、起業家姉妹ということで話題になった子どもたち、ですね、であとは木で車椅子を作った高校生ですとか、うんうん、あとは合気道 の選手ですね、まあ、小学生の時に優勝して、はい、まあ、今中学1年生なんですけども、はい、沖縄は合気道はあまり有名じゃないので、はい、沖縄の人たちにも知ってもらいたいということで活動している方ですね、うん、やっぱり沖縄は空手が有名になってくるので、うん、合気道がやっぱり隠れてるっていう話をしててでその合気道をより楽しんだよっていうことを進めたいということで、はいはい、で昨日もお会いした子で金の子がいるんですけども、うん、でこの子は辺野古の基地問題についてちょっと語りたいということで、うん、もうスーパーキッズがたくさん集まります。はい、すごいですね、はい、これもう大人はどのように支援すればいいんですか？はい、協賛を募っておりまして4つの協賛があるんですけども、大口協賛、企業協賛、まあ、チケット協賛、個人協賛というのが4つを設けております。もし支援したいという方がいらっしゃいましたら私が説明に参りますので、はい、ご連絡いただければと思います子どもたちと一緒に行きますのでよろしくお願いします。はい、うん、すごいですね。はい、はい、菅沼さんの方では何か、これは語りたいっていうのがないですか？毎回なんですけれども、うん、第1回第2回ともに、子どもたちのスピーチに対して大人も子どももハッドキッとするんですね。はい、しますね。で大人たち何やってんのっていうような、そんなようなイメージの、うん、もっとこういうふうにいい社会作んなきゃダメだよっていうようなですね、うん、すごいメッセージがあります。それをですね、多くの沖縄の方たちにも聞いていただきたいですし、はい、当日は英語に同時通訳されて世界発信を YouTube でさせていただくので、うん、世界に住んでらっしゃる、ちょっといいですか、もしかしてその同時通訳も子どもさんですか？助っ人でアシスタントでやるのも子どもです。うわ、はい、プロがいて、はい、照明と録音はプロの方なんですよ。1名1名ついて、はい、そのアシスタントはもうみんな子どもで賄います。はい、そうなんですね。はい、はい、ちょっと中断させてしまって、はい、すいません。で、富城の方に800名、入りますので、うん、ぜひ沖縄県民の方、それから日本全国の方に、来ていただきたいなと思います。はい、はい、うん、まあ、富城中央公民館で800名集めてというところで、はいはい、日本全国どころじゃなく世界からですね、この第2回、1回目でしたっけ、アメリカの女の子が出てたのも、ね、ビビアン・ハーさんとレモネードを売って、うん、その売り上げのお金で、子供奴隷をしている子たちに寄付をするという、うん、活動をされた方も第1回目に登壇で来ましたので、うん、はい、その言葉がいいですね。ビジネスじゃなくてギブネスっていう、あ、ギブネスですね。はい、はい、なんていう、はい、その発想がすごい可愛いなと思ってですね、はい、もう本当にみんなこの輝いてて、はい、すごい命豊かな子どもたちという感じが見受けられたんですけれど、はい、ぜひ支援していきたいですね。はいはい、すいません、お願いします。よろしくお願いします。はい、多分ね、そういった思いで、はい、お二人もそういった活動をされていると思うんですけれど、今後もですね、やはり対応4回第5回とかそういう風に、連なってくると思うんですけれど、はい、また沖縄でやることはあるんですか？再度やりたいですね。今回がもう
今回だけではなくて、うんうん、今回はちょっと出れなくなりましたっていうお子さんもいたので、うんうん、なのでもう一回やりたいです。まあ、地方でもいっぱいやってもらって、うんうん、はい、もう一回再び沖縄でリベンジで、今度は何千人って入れられるようなホールを借りられるあのしたいです。はい、じゃあ安室ちゃんがやったあの、はい、昨日野外劇場 で、ね、設営して、はい、貸し切りしたいです。安室ちゃんにも出てほしいですね。そうですね、いいですね。ゲストがあの聞いていれば安室ちゃん出てほしいです。はい、出てほしいです。子供たちの応援お願いします。はい、はい、お願いします。はい、飛び入り参加でもいいので。そうですよね、はい、うん、まあ、私が飛び入り参加しても何もならないと思うんですけれど、もうぜひ見に来てください。であの、はい、今後のスケジュールとしましてはどういった、はい、流れになってます。はい、ですね、私たちあの子どもスクールの子たち以外に、まあ、一般 の募集をしてまして、でその子たちと、うん、まあ、電話のアポの取り方とか、あの企業に回った時の名刺の渡し方とか、うん、まあ、会計係もいますので、会計係には領収書の発行の仕方ですとか、子どもたちに指導をしていまして、うん、一緒に、子どもたちと行く時は、まあ、電話のアポを取って、で事前に取りまして、日にちを確定して一緒に、うん、企業さんに回るという形をしています。で企業に回るのは月曜日水曜日木曜日、はい、で土曜日はもうスクールの後に1時間だけ世界子どもサミットの練習をさ、してます。はい、はいはい、なるほど、はい、まあ、毎日が毎日そういったあの、まあ、行動につなげてるっていうところですね、はい、そうですね、はい、はい、この、子どもサミット時間がですね、はい、11時半から18時までとすごい長時間なんですけれど、はい、大丈夫ですか子どもたち。はい、プレゼン以外にもこの間にミニ演劇をする方々ですね、うん、糸満にあの演劇するチームがありまして、あの15分だけミニ演劇をしてもらって、あとはエーサー、ミニエーサー隊、うん、子どものエーサー隊、あと空手、まあ、リューブなど、プレゼンの間にあの面白い催しを入れていますので、はい、好きなようにご飯を食べていただくっていうスタンスをしています。じゃあお昼休みっていうのがなくって、はい、そのままスピーチと、はい、このなんていうんですか、この演舞ですね、演舞と、はい、まあ、交互に出たりとか、そんな感じになってるんですかね。飽きないように交互に入れまして、うん、まあ、その後に、まあ、まあ、お昼も自由に食べるっていうスタンスを設けました。はい、時間をやっぱ制限すると面白くないなと思って。うん、そうですね。はい、まあ、混み合いますしね。そうですね。するとね。はい。はい、まあ、そうやって子どもたちもですね、自分の出番以外にも楽しめるっていう、多分そういったイベントにもなってるかと思います。はい、一日行って本当に。まあ、楽しめる、内容を組んでいるということなので、はい、ぜひぜひね、こちらの方参加してください。はい、入場料は、子ども大人はどのようになってますか。はい、入場料がですね、3000円になっております。大人のみの、チケットになりますので、実質子どもは無料です。高校生以下は無料となっております。はい、うん、はいはい、この無料の仕組みっていうのがなんかあるんですよね。そうなんです。本当はですね、大人も子どもも多くの人に見てもらいたくて無料に考えてたんですけども、某企業さんとお話ししていたら、1回目と2回目がチケットを回収しているので、沖縄以外の県で開催するときに沖縄だけ無料はちょっとおかしくなるよっていうことで、まあ、大人のみチケットっていう形で、まあ、子どものチケットを負担してくださいねっていう企業協賛もありの時にお話しさせていただいております。はい、はい、まあ、なんていうのかな、今後を見越した企業さんのね、銀行さんのアドバイスを受けて、はいはい、ということになるんですけれど、はいはい、どうでしょうか、来年あたりはまたどっかで計画されてるんですか。現段階ではないんですけれども、はい、そうですね、全国でこの沖縄のスタイル、子どもたちが全部作るというスタイルが、8月24日に発表されて、うん、あ、こんなんだったら僕たちもやりたいなっていう子どもたちが出てきて、うん、はい、子どもたちにまた
各地でやっていただきたいですし、うん、ぜひアジアで開催したいですね、はい、あそうですね、はい、何も日本にこだわる必要はないんですが、ね、そのために世界ってつけてますから、さすがですね、もう将来を見越した名前の付け方で、はい、どこでも大丈夫、で第1回は日本の伊勢でやったんだよみたいな、はい、伊勢神宮だよっていう、で3回目は沖縄なんだよ、あの沖縄だよっていうふうな語り継がれるといいですよね、はい、そうですね、なんか一番この沖縄っていうのはあの世界に近いってよく言われてるので、うん、はい、あの結構あの世界子どもサミットなので、これをあの世界の人たちに通ずるものがあるかなと私は感じてるので、はい、そうですね、はい、あのまあ、世界からも多分、うん、まあ、中に入ってるとよくわかんないんですけど、おそらく注目されてるんではないかななんて思っていたりします、はい、またね伊勢神宮もですね、はい、まあ、日本に住んでる人なら本当に、あ、伊勢っていうの、伊勢神宮っていうのがどんなところかっていうことだけでもやっぱり、あのその心意気っていうのかな、これが違ってくるので、はい、まあ、これが本当に、歴史に残る、はい、あの第1回第3回であればと、なんか願ってやまないという感じです。はい、はいはい、そろそろお別れの、はい、エンディングの曲が流れてまいりました。はい、そろそろお別れの時間となってしまいます。寂しいですけれど、まあ、今日は本当あの子ども世界子どもサミットっていうところでですね、まあ、この番組を世界発信してるんだななんて、簡単に勝手に思ってですね、楽しませていただいております。はい、暮らし研究ラジオは、この番、はい、この後10時からはライフサポートラジオです。チャンネルはそのままで番組をお楽しみください。それではまた来週も聞きに来てください。お相手はスマイル作りナビゲーターユーリンと、そして子どもサミット、世界子どもサミットのスタッフでした。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。しんどかったえ大変だったんで去年やめちゃいました。2つ番組やめちゃいました。そうなのね。でもまたちょっと子ども社長でやりたくて、うん、ちょっと子どもたちにラジオ番組を出したくて、うん、あ、そうですね。これの相談もちょっと当たったんですけど、ちょっと今日時間がないとまたゆっくり、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。Gracias.